とりあえず今日はモノクロで行こうと思ってます。ちょっと曇り空ですのでね、白黒にしてみて、ね、ちょっとシャープレスとコントラストをちょっと一段上げまして、こんな感じで、ね、撮っていこうかと思います。めっちゃ曇ってますので、ね、こんな感じで行きましょう。エスプレッソ。はい。写真撮っていいですか。これはこれを。ちょっとこれ、だからラーメンにも入れる。ラーメンにも入れる。ああ。ラーメンに入れてみて。うん。いや、変わるわ。美味しい。ああ。これ美味しいわ。久しぶりにね、今日は神戸に行ってきまして、三宮元町神戸をね、一周回ってきました。まあ、いつものコースなんですけどね。で、縛りとしては今日はね、モノクロ縛りで一応行こうと思ったんですけど、まあ、念のためにね、ローデータも押さえとこうと思って、JPEG のモノクロとローデータをね、持って帰ってきました。で、今日はね、ちょっと歩きすぎたのか腰が痛くてね、1万5000歩くらい歩いたかな。で、途中休憩しもってね、頑張ったんですよ。でね、帰ってきてからいつもね、こう反省点が多くてね、まあいつも同じ写真ばっかりしか撮られへんから反省点があるんですけど、それをね、その休憩中の現場で思い出してリセットしようと思ったんですよ。で、何回かリセットして、さあさあってやったんやけど、結局同じ写真ばっかりね、撮ってきましたね。ほんまでもそれはあれやな、センスがないんやろなと思いましたね。ひらめきとかいうね、センスがないから、毎回ね、こう同じ写真なんですよ。で、現場でこうね、空気に飲まれていくから、ひらめこうとするんやけど、結局なんかいつもの頭にこうスーッと変わっていってしまうんですよね。不思議と。まあ、そんなのをね、今回も感じました。で、今回はね、曇りを狙ってわざわざ行きましたね。いつもね、晴れてる時に行くと、こう、日差しが入って影になってるところばっかりを狙ってるんで、まあ、それを今回やめようと思って。で、曇りの日に行ったんですよね。で、まあ気にするとすれば、その明暗さを自分で発見して、そこを撮っていけたらいいかなと思ったんですよね。で、まあ撮った写真がそればっかりになってね、またこれも面白くないんですよ。うん、まあ一応実験としては成功したんかなと思うんですけど、まあそもそもね、ひらめきがなくてバリエーションが少ないから、面白い写真がね、撮れないんですよね。まあ悩んでる人も多いと思うんですけど、私もね、かなり凡人なんで、まあその辺をね、今回も悩みましたね。最近ね、このライカのカメラを使い出してからね、手ブレとかね、ピントっていうのをそこまでシビアに考えんでいいんかなーっていうふうにちょっと考えてましてね、ちょっと今日もツイッターでつぶやいたんですけど、なんかそこじゃないところにもっとこう集中してもいいんかなっていうふうに感じてきてるんですよね。
でもちろん今の高性能な機械でいくと絶対手ブレ補正が効くし、絶対ピント合わしに行くんですよね。じゃあ合ってるもんや、ピントは合ってるもんやし、手ブレはしないもんやと思っていくんですよね。でそこに例えば手ブレしてしまったら、わ手ブレしてるなっていうのはこうじーっとそこばっかり見るんですよね。そもそもそんなとこじゃなかったよなと思って、でそれはほんまにフィルム写真を撮ってる時に思うんですよ。そう気にしないんですよね。まあ手ブレするけど、あまあそれはするやろうなっていう感じなんですよ。感覚として、あまあまあするやろうなっていう感じなんですね。それでもそれでいいやんっていう風に、なんかこいつを使ってたらだんだん思い出してきて、ね、なんかそっちの方に行ったんで、自分の中でちょっと肩の肉を折り始めてることに気がついてきたんですよ。なんかこう何を言いたいか分からへんかもしれんけど、ちょっとこれはね喋っときたいなと思って、でこの私がねライカのカメラを買うときに実はとどめを刺したのは竹川さんなんですよね。それを何かというと、あの人と会ってからその後にライカ買ったんやけど、まあ買うつもりでおってちょっと悩んだ時だったんですね。でその時に私がずっと手ブレ補正が欲しいって言って Z6 のに行ってきよったっていうのがね、動画でいっぱい言うだと思うんですけど、でなんかその手ブレ補正って私が言い続けてるのあの人は知ってあったんか分からへんけど、手ブレ補正なんていいじゃないですか、腕でカバーしますよって言ってあったんですよ。でその時にまあそうやろうなと思ったんやけど、フィルムカメラってそもそもそうなんですよね。でなんか知らんけどそのね、やっぱり α7-2 で手ブレ補正を一遍感じてしまったから、あれがないとあかんとかってそっちに走ってしまってたところが大いにあったんですよ。で、ヤシコンのレンズで手ブレ補正がガチガチで効いたやつが使いたいとか言い出しましたね。あの辺からおかしになったんやけど、あれを完全に否定してくれたのが竹川さんだったんですよ。あれで完全に踏ん切りがつく、そうやんなって、手ブレ補正いらんよなって思ったんですよ。ほんで今の感覚です。この今の感覚なんですよ。なんですよね。これ言うてかどうかわからんけど、いや結局そうやったんですね。こんな感じでね、最近は写真の方に真摯に向き合えてるような気がしてますので、まあ、このままね突き進んでいこうかなと思うんですけど、あとはね私がこの写真を撮るためのセンスですね、それを磨かなあかんから、まあ、その辺をね勉強していかなあかんなと思ってますので、また社欲を溜め込んでねがっつりいきたいなと思いますので、その時はよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいなと思います。バイバイ。